もめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやってるんですけどね、今日はね、豊川がね、大成高校にね、コールド負けしたということでね、もうこれはね、ちょっとね、急いでね、動画をね、撮ってるんですけど、驚きですよね。でもね、これね、ちょっとね、僕の中ではね、ちょっと言いたいことがあって、豊川高校ね、まあ、コールド負けでね、負けたんですけど、まあまあまあ、僕、まあまあ、驚きなんですけど、まあ、言い方悪く言ったらね、妥当かなっていうのがね、僕の中のちょっとした意見で、これね、選抜の前にね、豊川で確かね、神宮も出とったんですよね。ほんで、神宮で、なかなかね、ちょっと上まで行ったのかな。なんか豊川のね、愛知県でまたね、新しいね、新生みたいな感じでね、結構ね、取り上げられとって、ほんで、豊川強いんやと思ってね、ほんで見たらね、モイス風に聞いた選手とかね、結構ね、いい選手持ってね、ほんでね、選抜ね、楽しみにしとったんですけどね、選抜ではまあ、ね、ホームランをね、モエス君がね、打ったんですけど、なかなかね、その点数にね、つながるようなね、攻撃っていうのがね、あんまりね、できてなかったんですよね、選抜の中で。で、もう一個ね、僕の中では気になってたことがあって、ほんで、それは何やねんってね、選抜のね、時の、ね、動画とかでもね、言ってると思うんですけど、投手力なんですよね。このモエス・ニキータ君でも結局140出るか出ないかぐらいなんですよね。で、それ以外のピッチャーっていうのが、もう全員技巧派なんですよね。で、この技巧派って結局、相手が強豪校すぎないとやっぱね、通用しないんですよね。相手がほんまに強豪校であれば、やっぱその上の方とか行っても、ああいうピッチャーでね、勝てるんですけど、こういうね、中堅校にね、対してはね、そういうピッチャーってね、めちゃくちゃね、まあ、言い方悪く言ったら、もう打ちやすいね、バッティングピッチャーぐらいになるんですよ。だからね、今日の試合とか見とっても、やっぱりね、大成高校ってね、秋ベスト8でね、最近ね、強くなったって言ってもね、まあ、そこまでね、めちゃくちゃね、強い高校かって言われたらね、まあ、そうじゃないじゃないですか。だからそれぐらいの相手に、やっぱね、投手陣っていうのは、一番相性が悪いんですよね。もうじゃんけんでね、いわばほんまに体勢がねグーでほんまに豊川がねチョキやったってねだけの話って言い方おかしいんですけど、だからこそやっぱりねピッチャーのバリエーションとかどこでどのピッチャーを使うのかっていうのがやっぱめちゃくちゃね大事になってくるのかなと。もう正直これ7対0ですけど、まあ、実質ねもう1点も取れてませんから、だからやっぱりもうそのね流れ的にねもう点差とか何点か入った時にもう完璧にねもう体勢のねムードやったんですよ。もう最後のね、なんや最後のバッターがね打った球とかもちょっとひどかったじゃないですか、あの高めの。だからああいうなんかちょっと諦めかけたって言い方おかしいんですけど、なんかもっとねしっかりしないとなかなかね、勝てないんじゃないかなって、思いました。でやっぱり愛知県ってね今ね結構ね荒れとって、ほんまにね、なんか結構ロースコアでね、中京大中京も1対0とかでね、勝ったりね、なかなかね、ほんまに、なんていうんですかね、点差がね、ほんまにこう、点差をつけてね、勝つ試合っていうのが、やっぱ強豪校ですらね、ない中ね、この大成高校が、まあ、豊川っていうね、強豪校相手に、もうコールド勝ちですから、だからこれはなかなかね、ほんまに愛知県の高校野球盛り上がっていくなと、思ったのと、やっぱりね、豊川高校は、もっとね、いろいろね、考えていかないと、ダメかなと思いました。それはね、もっとね、具体的に言うとね、なんやねんって言うとね、選抜出てるわけじゃないですか。ほんで、神宮も出てるわけですから、どういうことかっていうと、めちゃくちゃね、偵察とか、やっぱり相手チームがね、めちゃくちゃ豊川高校倒したろってことで、めちゃくちゃこう、対策とかをね、練ってくると思うんですよ。ほんで、実際に練ってきましたよね。ほんで、そういうのを分かった上で試合を、しとったのかなっていうのがね僕の中のね、ほんまに一つの意見で、やっぱり前までやったらその技巧派とか、豊川高校のね野球のやり方っていうのが意外とね、新鮮で、なんかこう愛知県でもなかなかこう豊川高校をね止める高校っていうのはねあんまりね出てこなかったんですよ、秋とかね。でやっぱりその全国行ってもやっぱり全然通用するっていうね、野球になったんですよ、豊川高校の野球って。豊川高校そんな愛知県ではない感じのね、ちょっと技巧派を掘って、ほんで、最悪ね、モエス・ニキータ選手がね、あれ、ピッチャーも確かできるんですよね。で
確かあの石川筋肉とかぶってねできんかったね申し訳ないんですけど、っていうね、チームなんですよ。だからちょっとね英明チックな英明高校チックなチームなやったんですけど、やっぱりその英明とね、この豊川高校のやっぱねスタイルはね似てるんですけどちょっと違うんですよ。でそれは何かっていうとね、豊川高校はねバントがね意外と少ないんですよね。ほんでやっぱりそのこの愛知県でもね勝とうと思ったらほんまにバントってめちゃくちゃね大事だやと思いますし、めちゃくちゃ激戦区ですから、今ほんまに名電東方なんかいろいろね、東方もそうですし、中京大中京、立花ね、春日部共栄でした、なんかいろいろほんまに、愛知県ってね微妙なここ強かったっけみたいなねチームもね、この対戦もそうですし、強くなってるんで豊川もそうかな。だからねこう狙われる立場になった時の野球っていうのをもっとこう対策とかなんかそういうのしないとほんまにこのまんまやとなんか印象がね悪いんで、やっぱ夏ね勝てないチームって結局ね春ね選抜とかね、どんだけね出ようがほんまこれは覚えとってほしいんですけど、選抜ねどこまで行こうが結局ね、この時期はまだね選抜出たねチームとかってね覚えられるんですよ。これはガチでね、この時期までは選抜どこが出たとかあるんですけど、これ夏終わるじゃないですか。で夏の甲子園終わったらもうね選抜出とったチームとか選抜の野球の記憶ってびっくりするぐらい消えるんですよ。だから去年のね、選抜のね、出場校なんかね覚えてますかって言われたらね、去年どこがね出たっけみたいな結構なると思うんですよ。去年ですよ、去年なんかまあ報徳と育英と東院が報徳に負けたとか、仙台育英が慶応にね早い段階で負けたとか、それぐらいしかもうほんまに、ね、記憶に残ってないと思うんですよ。それよりかはやっぱその慶応の夏とか土浦日大がベスト4まで行ったとか浜松開誠館とか、やっぱその夏の記憶の方が濃いじゃないですか。だからやっぱり僕ですらやっぱり、ね、それぐらいのね感覚なんで、中学生とかはもっとね、そういう印象がねめちゃくちゃね強いと思うんで、まあ、選抜でね、名前がねこうバーンってね出るチームっていうのはめちゃくちゃね、すごいことですし、いいことなんですけど、その夏にコールド負けとかしたらそれもね、余計ねその印象の方がね中学生とか今からね入ってくる、中学生の、親とかはねその印象の方がね確実にねでかくなるんで、だからそういうのを避けるためにねやっぱりね夏はね負け方もねやっぱりこういう負け方をしとったらやっぱりちょっと大丈夫かってなってしまうんで、だからやっぱりこのほんまにね、結局この甲子園ってまあ学校側からしたらねほんまに生徒募集のまあ一種もあるしビジネスじゃないですか。だってやっぱりそのねそのおかげでね選手がねめちゃくちゃね入ってきたり、じゃあ生徒がね、めちゃくちゃね増えたりするんですよ。大阪開誠とかもね、僕たちの代だけやっぱね生徒がね、爆発的にね増えたんですよね。でそれなんでかって言ったら甲子園効果で甲子園出るじゃないですか。出たのを見て受験をね決めたね年なんで、めちゃくちゃ多かったんですよ。その野球部とかじゃとかなしにその総合コースとかね、普通科とかもめちゃくちゃ多かったんですよ。だからそれぐらい夏の甲子園ってなんて言うんですか、生徒募集とかやっぱりその学校側のあれもねかかってるんで、だからやっぱり夏の負け方だから逆に言えばね、どんだけね春ね選抜とか出ても夏ね、負け方がね悪かったらね、やっぱりそれやったらこの夏ね、愛知でね、結果残したチームにやっぱりみんな入りたがるじゃないですか。それこそねまだね勝敗どうなるかわかんないんですけど名古屋立花とかに行くと思うんですよ。だからそれぐらいこのね、激戦区で生徒募集とか、野球をね勝とうと思えばねめちゃくちゃ大変ですし、やっぱり豊川高校は、狙う立場からね狙われる立場になったっていうのを、あ、ゲップ出ましたけど、もうちょっとこう深く考えた方がいいのかなと。じゃないとやっぱり、ね、せっかくね強い台があったらやっぱりその強い台の2年後とかはやっぱり2年後3年後って絶対強いって言われてるんですけど、このまんまやとこの巻き方するとやっぱ2年後はね、わかんないですけど、あーでもまあそうですね、やっぱその新1年生とかがね、やっぱりうわこんな巻き方してなかったらもっといい選手入ってきとったのにってね絶対になると思うんで、
だから豊川高校はちょっともったいないことをしたなと、ね、強豪校仲間入りできそうやのに、なんかここでね、ちょっとコールド負けでね、あんまり聞いたことないチームに、負けてしまったっていうのはかなり痛い話かなと思いました。はい、ということで皆さん、今日はぜひコメント欄に。それじゃあお疲れ。